打ち任される、ティーターン・ティーターノマキアーは、ギリシア神話で語られるゼウス率いるオリュンポスの神々とクロノス率いる巨神族ティーターンとの戦いである。全宇宙を崩壊させた、この大戦は終結させるの20年もの歳月が必要であった。長部員を省略してティタノマキアとも表記される。ヘイシオドスの神闘記などに語られている。 クロノスからゼウスが王権を奪った後、オリンポス山に布陣したゼウスたちとオトリュス山に布陣したティーターンたちは争った。この戦いは山々が根本から大きく揺らぎ、世界を崩壊させるほどの規模であった。しかし、当初こそスチュクスの一族がティーターンを裏切るなどの動きがあったものの、節の神々同士の戦いは互いに決め手を書き、10年の 間決着を見なかった。ガイアは、ゼウスたちに、ウーラノスが、タルタロスの領域に遊兵した三人の、ヘカトンケールたちと、三人のキュクロープスを味方につければ、勝つことができると助言した。ゼウスたちは遊兵された二巨人族を見張っていた、カムペイを退治して、彼らを解放し、ネクタールとアムブロシアを与えて、味方にした。 ヒュクロープスたちは助けてくれた礼にと、ゼウスたちに武器を作って献上した。彼らは、ゼウスには万物を破壊し、燃やし尽くす雷帝、ポセイドオンには、大海と大陸を支配する三策の保護、ハーデンスには姿を見えなくすることのできる隠れ棒を与えた。両軍は再び激突し、心強い味方と究極の武器を手にした、オリュンポス勢が常に優位に立った。 ポセイドーンの三冊の矛の力で全地球は凄まじく揺れ動き姿を消したハーデースがテーターンたちの武器を奪った。ヘカトンケールたちは一度に300の巨大な岩石を休みなく投げ続けてテーターンたちを打ちまかした。ゼウスは来帝を容赦なく投げつけその圧倒的な威力によって展開は崩れ落ち見渡す限りの天地は逆転した。 全空間にみなぎる雷光は、ティーターン親族の目を焼き、芝叩く間に視力を奪った。雷帝から飛ばしる聖なる炎は地球をことごとく破壊し、全宇宙とその根源をなすカオスすらゼウスの雷火によって焼き尽くされた。ティーターンたちは、オリュンポスゼの想像を絶する猛攻に耐えきれず、ついに10年も続いた神々の大戦に終止符が打たれた。こうして、 オリュンポスの神々は、花々しい勝利を飾った。その後、不死身であった、ティーターン族は、タルタロスの深淵へと封印され、オリュンポスの支配が始まった。ありがとうございます。